当に寂しいです。昨日は言葉も涙も出なかったけど、なんか今日になっていろんな思いが溢れてきて、なんかちょっとブラブラしながらちょっとうるっときたりとかしてしまいました。うん、大きかったですね、龍一さんって。ほんとなんか子供の頃お小遣いなんかあんま大したことなかったから、もうなんかラジオの番組を一生懸命チェックして追っかけて、体調のこととかっていうのは、はい、何ですかね、ちょっと気にしないぐらいにのリリースがあったんで、そういった意味でも本当にやっぱり驚きましたね、ショックでした。やっぱりこういった日が来るかもというのはありましたけども、残していただいた作品をやっぱり我々がこう体に読み取っていくのかとか、まあ、単純に楽しむってこともそうだと思うんですけど、まあ、そういう機会にやっぱりこれから、ね、この、まあ、残念なニュースをしていくしかないかなと思います。